日本の新幹線を利用した中国人が驚き、誰も大声で騒いでいない。中国では、何かにつけて、中国高速鉄道と新幹線を比較する報道が多いが、中国メディアの今日登場は、このほど、中国人旅行客が日本で撮影したという動画を掲載し、新幹線に、実際に乗車してみて感じた中国高速鉄道との違いについて紹介する記事を掲載した。記事がまず指摘したのは、新幹線の駅構内が秩序正しく、誰一人として大声で騒いでいないことだ。人の流れはひっきりなしにあるにもかかわらず、聞こえてくるのは足音だけで、多くの利用客が駅構内にいるとは思えないほど静かだ。また、中国では、地下鉄に乗るにも高速鉄道に乗るにも手荷物検査が必要だが、日本ではその必要がないことにも衝撃を受けたようだ。日本の駅では改札口以外には駅員どころか警備員も見当たらないが、中国ではこうした公共の場所の警備がどんどん厳しくなっており、ライフルを持った警官が数人一組で見回りをしているのも珍しい光景ではない。いかに中国の社会情勢が不安定で、治安にリスクがあるかを示す光景と言えるが、日本では、新幹線という経済にとって、重要な交通インフラでも、厳重な警備が必要ないということは、それだけ日本の治安が良いということでもあるだろう。では、乗車時に気がついた違いとは、どんな点だろうか。記事は、まだ降りていないのに乗り込んでくる人は見られず、降りる客を優先させる日本人の乗車マナーの高さを称賛した。さらに、新幹線の車内では、中国のおばさんのように大声でおしゃべりする人はおらず、車内でお菓子を食べる、物乞いをする、歌を歌ってお金を要求する人もいないと指摘。本や新聞を読んでいる乗客が多く、携帯電話やスマートフォンを触っている人が意外に少ないことも驚きだったと伝えた。そして、最後に強調したのが、新幹線では、先を争うように座席を取り合う人が全くいなかったということだ。中国では、バスでも地下鉄でも、空いている座席を確保するために、まだ、乗客が降り切っていないのに、車両に無理やり乗り込もうとする人がいるが、このようなマナー違反をする人は、新幹線はもちろん、日本では全く見られなかったことに衝撃を受けたようだ。中国は高速鉄道の総延長距離や営業速度といった数字を誇りにしているが、乗客が気持ちよく利用できるかどうかはより重要なことだ。この点で日本はまだまだ中国の先を行っていると言えるだろう。騒いだら、新幹線車内に装備されたレーザーで処刑されますから。新幹線はともかく、40年前の在来線なら似たようなもん。修学旅行の電車に乗ると騒いでるかもな。新幹線で飯食ってる迷惑な芸能人ならたくさんいますよ。おいおい、日本人の民度なめんな。中国人が乗ってくると、その静寂も消えちまうがな。それは、新幹線の中に限った話じゃないが。手荷物検査しないのは逆に問題だと思うけどね。50年前ならそうだったような。お菓子は食べるだろ。バツ、日本の新幹線を利用した中国人が驚き、誰も大声で騒いでいない。丸、日韓の高速鉄道を利用した中国人が驚き、誰も大声で騒いでいない。大阪人の大概だぞ。東海道新幹線で新大阪付近の乗客は明らかに違う空気を持ってる。とにかく大声で騒がないとね。車内で物乞いをするって、乗車券を買う金はあったんだろう？勝手に歌い出して、後で金を請求って。シナの日常、やばいあるね。歌を歌ってお金を要求する。こんなのいるんかい。静かに赤い箱のシューマイを食べていればよろしい。驚くところが違うだろう。騒いでいると、大竹氏に怒られるからだろう。在来線でたまに見るセルフ車掌は、新幹線ではあまり見ないね。新幹線で食べたビーフシチュー弁当美味しかった。
社内で物乞いって、中国は自由だな。大抵は、トラブル防止のために車両ごとの貸し切りだけどな。昔は、クッチャ、ベッテル人いたけど今はいないね。新幹線、飛行機で喋ってるのって、泣いてる赤子くらいでしょ。とにかく、日本は悪だ。日本の新幹線は悪だ。そう言っていないと、非国民扱いになるのですよ。日本の新幹線は、地下に潜る能力は、ないから、君たちの勝ちでいいよ。いや、韓国のは、結構でかい声でしゃべってる人多いよ。あと、匂いのきついもの食べてる人多い。新社会人数名で乗ってると、結構うるさいよ。お前ら、おばさんの井戸端会議通ってくらい、ずっとしゃべってる。物乞いをする、歌を歌って、お金を要求する人。何これ？横浜中華街で、一番うまい土産は、崎陽軒のシューマイと、井村屋の月餅。他のは高くて、まずい。誰も糞尿を撒き散らしていないなんて。おう。そうだろう。それが当たり前なんだよ。どうでもいいけど。なんで外人って、電車だとあんな臭いの？特にインド人。やっぱ中国人は賢いな。敗戦国日本は監視社会だから。何も喋らないとは。京急乗ってると、でかいスーツケース持った中国人が、でかい声で喋ってるな。あっちでは、全員あの状態なのか。物乞いが、高速鉄道に乗れるようなお金持ってるかよ。いいこと教えてやる。ガキどもがうるさい時には、モスキート音アプリ大音量で鳴らすと、静かになるぞ。民度が低い共産主義者じゃないからね。43年前、大学を卒業して、銀行に就職して、北九州市の営業店に配属されてびっくりしたのは、電車に乗るマナーが最低だったこと。今でも鮮明に記憶している、私にとっては衝撃的でした。いや、中学生とか高校生の一団は、うるさいぞ。リニア新幹線なんて、反日国家にとっては悪夢みたいな存在だろ。2027年の完成に1日ずつカウントダウンするだけで、日本との格差が増大していくんだぞ。シナと朝鮮は、目の前にあるから無視できないので、できもしないリニア計画を捏造して叫び続けなきゃならないし。フランスなんかは、今は、目と耳を塞いで知らんぷりしてるけど、完成したら、鉄輪走行の TGV との格差を嘲笑されて発狂するぞ。日本の民生技術は、核兵器とか原油並みの破壊力がある、国威カードだよ。1、車内でお菓子を食べる。2、物乞いをする。3、歌を歌ってお金を要求する。1はともかく、あとはなんだこりゃ。新幹線に乗ったら、職場や学校で自慢できるんだから、行儀よく乗って当たり前だろ。何しろ時速250キロで、世界一速い電車なんだぜ。窓が開かないんで、駅弁が買えないのは不便だけどさ。飯食っているから迷惑なの？それとも芸能人だから迷惑なの？はっきりしろ。座席指定だと、席の取り合いはないな。子供がいたり複数で来てれば、菓子くらい食ってるやついるだろ。新幹線高いから、物乞いはそもそも乗れないのでは？中国出張で、中国版新幹線とやらに乗った時、足元がゴミだらけだったのが衝撃だった。車内で、物乞いをする、歌を歌って、お金を要求する人もいないと指摘。何？中国では、高速鉄道の通路に、古事記や大道芸人が湧いてるのか？そりゃ、また、別の意味で、すごいな。シナ人は、電車に乗ると興奮するのか？何で騒ぐんだよ。つまらんやつだ。この時期だと、学生さん同士の旅行は、新幹線に乗って、1時間くらいは、ずっとくっちゃべっててうるさいけど。まあそんなもんだしな。中国の電車で寝てたら、置き引きしてくれって話じゃあねえの。物乞いをする。ってそれ違法だ。5000年前も同じようなこと言ってなかった？追いつけるわけないよね。チャンネル、登録、お願いします。ご意見あれば、コメント、お願いします。グッドクリックしてもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。